フェブの XC60 がバージョンアップバッテリー容量とモーターの出力を高めた最新版を英国編集部が評価しましたシステムアップデートで行動最強ボルボへ自ら掲げる電動化計画に則っ,ってボルボは純 EV モデルの開発を進めているがプラグインハイブリッドフェブへも積極的に取り組んでいるまだ登場から1年も経たない XC60 のフェブ フ版にも、早速アップデートが図られた。変更内容の目玉の一つとなるのが、新しいセル構造を採用した、大容量の駆動用バッテリーの獲得。従来の XC60 のフェブ版が搭載していた、バッテリー容量は 11.6kWh だったが、変更後は 18.8kWh と50、50%以上も大きい。その結果、EV モードでの航続距離も伸延。 駆動用モーターだけで最長 75km をフル充電なら走れるようになった。さらに、そのリアタイヤを駆動する電気モーターも 145PS で最高出力が高められている。実に従来から 56PS もの出力向上となっている。大幅なアップグレードと言っていいだろう。内燃エンジンは穏やかな方の XC60T6 に積まれるのは 4気筒ターボでシステム合計での最高出力は 398PS ターボとスーパーチャージャーが組み合わされた4気筒エンジンを搭載する T8 の場合はシステム合計で 454PS を達成した。その結果 T8 は行動用モデルとして最もパワフルなボルボとなっている。ただしこのパワートレインは他のボルボにも搭載されるから XC60 が最強というわけではない。今回試乗したのは、そのハイパワーな XC60T8。確かに、内燃エンジンと電気モーターの力が組み合わされると、驚くほどに速かった。猛進するようにスピードを高める。SUV のボルボ XC60 は鋭く発進し、猛進するようにスピードを高めていく。ボルボの自主規制時速、1 8 0トルという、 最高速度が低すぎると感じてしまう勢いだ。もし車の制限を解除すれば、かつてボルボが規制していた時速 249km も軽く超えてしまうだろう。2.0リットルのガソリンエンジンは負荷が高まるとサウンドが明らかに聞こえてくるものの、普通に走っている時の車内は極めて静か。 ボルボがピュアと名付ける EV モードを選択すれば動力性能は下がるとはいえパワートレインはほぼ無音の状態になる EV モードのままでも駆動用モーターの力は日常的な走行には全く不足を感じないそこからさらにアクセルペダルを強く踏むと内燃エンジンが目を覚ますピュアモードではワンペダルドライブも可能で とても自然に発進から停止まで賄える。純 EV の C40 リチャージと同様に、上位を前後に揺らすことなく、アクセルペダルの操作だけで滑らかに、XC60T8 を止めることができる。アップデートに伴い、Google ベースとなる最新のインフォテインメントシステムも実装された。ユーザーインターフェースのグラフィックは美しく、ナビやエンターテインメント機能も操作しやすい上、 反応も良好だ。モード変更は少々手間な新システム。車の各設定も、そのシステム内で管理できる。だが、サブメニューの中に渦漏れ、変更は簡単とは言えないと思う。ドライブモードを切り替えるだけでも、メニューを3段階掘り下げる必要がある。最初にセッティングを、次にダイナミクスをタップすると、モード一覧が表示される。ハイブリッド、パワー、ピュア、オフロード、 AED という項目から選べるようになる。従来まではスクロールコントローラーがあり、場所を覚えれば運転中に視線をそらさず変更も可能だったが、新しいシステムでは不可能なはず。運転環境としての使いやすさは向上したとは言えないだろう。他にもオートカルの読者なら興味を持ちそうなメニューが存在する。だが、それらはさらに深い場所にある。 T8 の R デザインプロというグレードの場合、ワンペダルドライブとクリープ走行との切り替えが可能なだけでなく、エアサスペンションとアダプティブダンパーの特性も変更できる。隠しコマンドというわけではないが、スポーツモードが存在するのだ。スポーツモードを選択すると、ハイペースでの運転体験が感心するほど爽快になる。乗り心地は多少犠牲になるけれど、ボルボ XC60 は、 動的能力に特に長けたモデルというわけではない。だが、T8 は、適度にホットなドライバーの気持ちを十分に受け止めてくれるだけのシャシーを備えている。能力は高められたものの、お値段も張る。以前から、ハンサムなルックスを備え、快適なオールラウンドモデルと言えた、ボルボ x c 6 0アップデートを受けたフェブ版はその能力を一層高めて、いるが、英国価格は、 それなりに貼ってしまう。最も安価な XC60T6 でも53,075ポンド、822万円から、今回試乗した XC60T8R デザインプロの場合、6400ポンド、936万円に膨らみ、トップグレードの T8 ポールスターエンジニアードでは65,475ポンド、1,014万円に達する。なお、 この能力を高めたフェブのパワートレインは、ボルボの XC90 のほか、S60 と V60、S90 と V90 にも搭載される。お好みのボディサイズやスタイルで検討することも可能だ。ボルボ XC60T8R デザインプロ、欧州仕様のスペック、価格、6400ポンド、936万円。全長。 4708mm 全幅 1909mm 全高 1653mm 最高速度時速 180km リミター時速 0100km 加速4.9秒燃費35.7 90.8km LCO2 排出量25 64g キロメートル車両重量 パワートレイン、直列4機九 1969CC ターボチャージャー、スイーパーチャージャー電気モーター、使用燃料、ガソリン、バッテリー、18.8kWh、最高出力45、454PS、システム総合、エンジン、309PS、電気モーター、145PS、最大トルク、ギアボックス、発足オートマティック。